はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回はですね、水の分析についてですね、お話をしたいと思います。冷却水っていうのは見た目でですね、ほぼ透明です。でなので、ただこう 見るだけではですね、どういう状態かっていうのがですね、よくわからないんですね。で実際冷却水匂い嗅いでもですね、普通の水の匂いしかしませんので、その水がですね、どういう状態にあるか、これはですね、水の分析をですね、行って、調べるしかないということです。で私たちその分析を行ってですね、水の中に含まれる成分からですね、水がどのような状態にあって、どういったトラブルにつながるのかっていうのをですね、分析をしながら見ているということです。例えばですね、水の中に含まれているカルシウム、この量がですね、非常に多くなっているとスケールを生成しやすくなる。それとかですね、あとシリカ、このシリカというのは非常に硬質のですね、硬いスケールの元となりますんで、その値がですね、非常に増えすぎてないか。であとですね、例えば鉄とかですね、銅、こういった金属が水の中にですね、溶けてきてないか、これはですね、腐食をしているかしてないかという判断をですね、するために行っています。しかしこの冷却水の単体で見てもですね、それがいいのか悪いのかと判断がつかないんで、それの元となるですね、給水される新しい水、補給水と呼ばれるもの、これとですね、数値を比較をして補給水に含まれているカルシウムが冷却水ではどれぐらい増えているのかとかですね、補給水には含まれてないような物質が冷却水の方では非常にこう多くなっているとかですね、それはどこから入ってきたのかとかですね、まあ、そういったことをいろいろ調べるために日本のですね、水を分析して見比べてですね、その内容について検証をしていくということがですね、この冷却水の水質分析で求められる、まあ、調査といいますかですね、中をこう詳しくこう見ていくっていうために、どうしてもこの日本の水が必要になるということです。冷却水はですね、補給水、日本並べてみてもですね、全く無色透明、全く同じなんですけど、実際分析書をですね、2枚並べてみると全くですね、違う水であるっていうことがですね、よくわかります。はい、今日はですね、水の水質分析についてですね、お話をさせていただきました。まあ、そういったですね、冷却水のトラブルで、まあ、一度自分のところの水をですね、ちょっと見てもらいたいというお客さんはですね、今冷却水の無料診断サービスというのを行っております。ペットボトルに水を入れていただいてですね、お送りいただけますと、こちらの方でいろいろ分析等を行ってですね、そういったトラブルの原因で、そのトラブルをどのように改善すればいいのか、まあ、そういったご提案を行っておりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の水温が冬場なのに非常に高いとかですね、冷却水の配管がスケールで詰まって全然流れんごになってしまったとかですね、まあ、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。